どうしたでかいの？カードを引くこともできないのか？カツオ。俺の手札の中で最強のカードを引いたぜ。いでよ闇魔界の覇王。こいつが俺の切り札よ。残念だったな。貴様が切り札を出す前に息の根を止めてくれるわ。ユゲ。闇魔界の覇王、やつのカースオブドラゴンに攻撃だ。魔導は何？カードをカル死神を粉砕。よっしゃ、ユギやった。なんだと。ユギめ、同士討ちを誘うために六芒星の呪縛のカードを、そこまで計算していたのか。残念だったな。こっちのモンスターは無傷だぜ。俺のターン、今こそ切り札を使う。行くぜ、光の五風拳。諦めるデュエリストはいないよな。なんだと。まずい。ユギは次のターンで俺のモンスターに攻撃を仕掛けてくる。だが今奴の場に出ているのはカースオブドラゴン1体、俺の場に出ているモンスターは3体、バロックス、ダークキメラ、闇魔界の覇王。しかも光の五風拳によっても闇のフィールドパワーソースは失われていない。カースオブドラゴンごとき1体ならたとえバロックスがやられても致命傷にはならない。あまり大口を叩かない方が身のためだぞ。今自分がどんな立場にあるか分かってんだろうな。ああ、お前を生かすも殺すもそれを決めるのは俺の指先と。さあ今度は貴様のターンだ。お前は気づいていない。自分で弱点をさらけ出したことにな。何が弱点だ。負け惜しみもいい加減にしろ。そうかな。一体何が言いたい。このデュエルが始まった時から俺はお前の戦術ってやつを分析していたのさ。だからなんだ。最初に言ったはずだぜ、貴様はどうしようもない臆病者だってな。今それが証明されたってわけさ。うるせえ。一度ならず二度三度と、俺は臆病者ではない。いや、お前は臆病者のヌスッドだ。俺は臆病者なんかじゃない。おい、忘れるなよ。お前に残っているのはあと2ターンだ。お前の番だぜ。
早くカードを引けよ。だが念には念も、奴が次のターンで攻撃力の高いモンスターを出してくることも計算に入れておかねば。貴様の切り札とやらもこのカードで地獄行きよ。カードを狩る死神。カードを狩る死神。このカードで場に伏せてある魔法カードを抹殺する。死神のカードよ、奴の魔法カード光の御右剣を破壊しろ。遊戯、あのカードは切り札よ。あれを破壊されたら遊戯は永遠にあの闇を照らせなくなる。小僧、貴様もこれで終わりだ。地獄に落ちろ、カードイレイサー。あカマが止まっている。攻撃不可能。どういうことだ。何がおかしい。貴様一体何をした。確かに俺は光の御風剣を切り札にとは宣言したが、切り札を場に伏せたとは一言も言ってないぜ。何。俺が場に伏せたのは六芒星の呪縛トラップカードだ。当然このカードに攻撃を加えた死神は罠に落ちるぜ。魔法カードを場に出す上で最も警戒しなければならないのがカードを狩る死神のカード。お前のデッキにはやはりそのカードが入っていたんだな。だがそいつは封じ込めた。これで心置きなく魔法カードを場に置けるぜ。闇のプレイヤーキラーの卑劣な攻撃に言葉で対抗する遊戯。でも遊戯の足元には火炎放射器が。そんなに挑発すると危険だわ。光の御風剣が闇を退け敵のモンスターを照らし出す。今よ遊戯、再び闇に閉ざされる前に鉄壁のガードを突き崩しちゃえ。次回、闇を切り裂け光の御風剣、デュエルスタンバイ。報告し損ねていることがあるだろう。彼にエクセキアスを差し向けたのは誰だ。それはどうした。難しい質問だったか。